もあやたろうチャンネルのあやたろうとのぶたんです。お願いします。さてみんな、引っ張りのバックは打ちたくないかい？打ちたいよ。あんまやら本当にしょうがない奴らだな。今日教えちゃうから。ってことでね、今日は引っ張りのバック、前流しのバックとかいろいろやったんですけど、意外と引っ張れない子が多い。あの流しはね、結構カットとかかかって飛ぶんですが、意外とこうカット面の人って引っ張り打てないんで、まあ今日はそのコツを教えちゃう。やった。はい、レッツゴー、あゆたろうチャンネル。はい、じゃあ早速引っ張りのバックをやっていくわけなんですけれども、まず今日は3つのコツでやっていきたいと思います。まず1つ目、体を打つ方向にすぐ向けない。 よくあるのが、早く体を回しすぎて開いた状態、フォアで言うとこういう状態、バックも早く開きすぎるとカット面になってしまうので、しっかり閉じる、閉じて打つ、閉じて打つが1つ目。2つ目はしっかり肩を入れる。一番ダメなパターンがこっちの肩が、まあ、さっきの開くのと似てるんですが、肩がこう、左肩が下がってしまうとどうしてもこういう面、さっきも言った開いた感じになって引っ張れないので、しっかり肩をグッと入れて打つが2つ目です。はい、3つ目、バックっていうのは打点が、まあ、1つ、この大体ね、つま先の先ぐらいですね、この辺、まあ、この辺にめがけてやるのがちょうどいいというこの打点以外だと、こうなってしまったり、こうなってしまったりで、打てなくなるので、まあ、なるべくこのつま先の前のところでしっかりさばく。この3つを意識して、今日はやっていきましょう。はい、じゃあまず1つ目の、体が早く開いてしまわないように打つ練習をしましょう。ちょっと早く開くパターンやってみましょう。ダメなパターンです。このパターンが一番ダメなパターン。ではどうすればいいかっていうと、しっかり最初は打った先を見なくても大丈夫です。こっちの踏み込んだ方向に向けましょう、顔を。このように打った先を見るのではなく、打ったそのままこっちを見る。もう飛ぶ先は最初見なくていい。次は肩がこっちが下がらないようにしっかり肩を入れて打つ練習をしましょう。まあ、今みたいにしっかり肩を下げて踏み込んで打てば、まあ、結構あの強いボールも打てるっていうメリットがあります。で最後にしっかり前打点で打ちましょう。これ打点が後ろになるとどうなるかっていうと、ちょっとお見せします。後ろになっちゃうと打てない。まあ、このように打てないので、しっかり前でボールをさばく練習をします。今みたいにですね、しっかり打点が前になれば、まあ、威力のある球 もう打てますので、絶対打点が後ろにならないように準備を早くして前でさばきましょう。あゆたろうチャンネル。はい、どうした？暑いね、くるくる回ってる。はい、ということで、あのバックの極意3選ということで、1つ目がしっかり体を早く開きすぎない。あの開くなって言ってるわけじゃなくて、体を回して打ってもいいんですが、早くこの胸が開きすぎてラケットが遅れてくると
カット目になってしまうので、はい、回してもいいんですが最初は難しいのでしっかり顔を残して打つ練習をしてからしっかり最後の僕が思いっきり打ってたみたいな感じで回しましょう。しっかりパチン、はい、で2つ目はこれは中学生とかが一番多いんですが開いてカットを使ってしまう。なんでこっちが下がらず右をしっかり入れてしっかり踏み込んで打つ。で最後の3個目が右足の前でしっかり踏み込んで前打点でさばきましょう。でこの3つができればねバックはすごい上達しますのでぜひぜひ皆さん試してみてください。ということで今日の動画は終わりたいと思います。あの撮影場所はルネさん、スタナクラさんでした。こういろんな合宿とかね全国大会も行うそうなのでぜひぜひ皆さん来てみてください。ということでこの動画がいいねと思う方はグッドボタンを押します。この動画がそんなに良くないなと思う方もグッドボタンを押します。ということで次回の動画でまたお会いしましょう。バイナー。空は青く澄み渡り海を目指して歩く怖いもん。僕らは知ってる。月が咲いて太陽が今枯れた傘を